はい、こんにちは、イタルです。このチャンネルはお酒にまつわる話を通じてご覧いただいているあなたの人生がちょっとでも心豊かになればと思ってお送りしていますっていう話を先日の動画の冒頭でねお話をさせていただいたんですけど、このフレーズというかこの思いなんですけども、実はこの YouTube チャンネルのために昨日今日に考えたことではなくて、実は私の会社平成14年に私が社長になったんですけども、まあ、その時に会社としてのミッションを考えなければいけないということで、その時からうちの会社に変わったお客さんを心豊かにするというのをミッションに今までしてきました。今もそうなんですね。なのでこの YouTube チャンネルもご覧いただいている方が私の動画をご覧いただいて、ちょっとでも心豊かになっていただけたらなということで、冒頭にそういうお話をさせていただきました。はい、というわけで今回の動画なんですけども、タイトルにもありましたように、コスパ最強のウイスキーということで、あのマッマルカダンみたいなタイトルをねさせていただいたんですけど、実はね今日ご紹介するウイスキーは、このバーを始めた頃かな、もう4ヶ月か5ヶ月ほど前の話なんですけど、うちのウイスキーアドバイザーがたまにねブラインドでね銘柄見せずに飲んでこれなんやっていうのをよくテストされるんですけども、その時に飲んでみと言われて飲んで、真っ赤なんやって言うたウイスキーって。いやな、ちなみに俺も分かる自信がない。これは僕ね、真っ赤な飲んだことある人やとこれ飲むと真っ赤なやんって言うてしまうウイスキーなんですよ。でなおかつめちゃめちゃ安いコスパが最強のウイスキー、まあ、マッカランと間違ったそのウイスキーをね今回ご紹介させていただきたいと思います。そのウイスキーがこちら、ザ・フェイマス・グラウスのザ・ネキッド・グラウスなんですけども、ザ・フェイマス・グラウスというたらいろんなシリーズがありまして、ライチョウのラベルが有名な、これもライチョウがね、これちょっとカメラでは見にくいんですけど、ライチョウがこうやって浮き出てるボトルなんですけど、他のシリーズは全部ここに紙のラベルでライチョウがここに描かれてるんですけど、まあ、ライチョウはあのスコットランドの国鳥ということで、ぶっちゃけめっちゃ僕の好みなんですよ。これシェリーダルよね。超シェリーダルの甘い香りが、もう芳醇な甘さが漂うウイスキーなんですけども、まあ、そこはマッカランと非常に似たところがあるんですね。なぜマッカランと似てるかというのはちょっと後でご説明をさせていただきますけども、ザ・フェイマス・グラスのことをご説明させていただきますと、スコットランドのハイランド地方にある会社なんですけども、ブレンデッドウイスキーを作っている会社で、100年以上前から創業されてる、1897年創業やから、まあ、日本で言うたら明治30年の頃に創業したブレンデッドウイスキーのメーカーなんですけども、ハイランド地方はスコットランドの観光地で、すごい観光客がどんどん押し寄せるエリアであったんですけど、まあ、そこの観光客向けに売られたウイスキーがザ・フェイマス・グラスやったんですね。で、まあ、来られる観光客の間では美味しいということですごく評判になったらしいんですよ。で、だん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 それが評判になっていって、その頃からここにライチョウが描かれてて、その時の会社の名前がザ・グラウスということで、ライチョウという会社の名前やったんですけども、観光客たちがあの有名なライチョウのウイスキーを飲みたい、あの有名なライチョウのウイスキーが欲しいというふうに、あの有名なライチョウのウイスキーというふうに観光客が言うようになったんですね。それを知ったその創業者のお孫さんが社名を有名なライチョウ、つまりザ・フェイマス・グラスですね、にしようとして社名を改名したというふうな歴史があります。かなり安直な名前の付け方なんですけども、まあ言うたらもうめちゃめちゃベタな付け方で、まあ、日本で言うたら日本の国鳥は木地や、木地っていう日本酒があって、それがなんか有名になったから言うて、有名な木地っていう酒の名前と会社の名前にしたみたいな、そんな感じやな。また違う気がするけど、まあそうなんちゃう。なそう考えたらめっちゃダサいねんけど、でもザ・フェイマス・ブラウスって言ったらめちゃおしゃれでかっこよく見えんだけど、日本語がダサいな。日本語に直したらダサい。なおかつリーズナブルっていうことで、まあ今あのスコットランドでは人気ナンバーワンのウイスキー会社っていうことなんですね。あのスコットランドでは今までベルが1位やって、でベルが1位やったんですけど、ここのフェイマス・グラウスが逆転して1位になったっていうことなんですけど、まあ、いろんなシリーズが先ほども言うたようにあるんですけど、その中でこちらのザ・ネイキッド・グラウスなんですけど、2017年にねマイナーチェンジをして、それまではいわゆるブレンデッドウイスキーやったんですけど、2017年からブレンデッド・モルトウイスキーになりました。つまりモルトだけで構成されてます。あのそれまではモルトとグレーンが
構成されてたんですけども、今のこれはモルトのみのブレンデッドということになってます。でですね、キーモルトなんですけども、こちらのキーモルトがマッカランとハイランドパーク、まあ他にもいろいろあるんですけど、その2つがキーモルトになってます。つまりマッカランが入ってるんです。入ってるんでブラインドで飲んだ時にマッカランやって言うたんは、これそれけど結構これ的を置いてんねんな。俺下がボケてたわけじゃない、まあ、まあそうなんですか、知らんけどはい。でね、この会社の一つの特徴は高熟をさせるっていうのが特徴で、ブレンドしてからシェリーダルで4年以上熟成させる、それやからこの感じなんだよ。でなおかつここが重要、価格が2800円、マッカランと間違えるようなお味で2800円っていうのはもうコスパ最強やと僕は思います。まあびっくりした。香りとテイストとフィニッシュはバターがけのトフィーや果実のような甘み、トフィー知ってる、トフィー砂糖のお菓子や、トフィーナッツとかある、それにバターをかけたようなそういう風な香りがするっていう風に書いてますし、お味の方なんですけど、煮たリンゴのようなお味、確かにそんな味がします。フィニッシュはソフトスパイスや焦がしたオークの香りという風になってます。ちょっと改めてテイスティングをして皆様にお伝えをしたいと思います。お色はこんな感じ、めちゃめちゃ濃いよな、色はもうすごい濃いと思うな、はい、バターのようなめっちゃリンゴ、これ何やったら、あの前紹介した余市や宮城郷よりも強烈にリンゴ感あるような、変な話、現行のマッカランってこっちの方が複雑なんじゃないっていうぐらい、確かになんか現行のマッカランの順位でちょっとなんかのっぺりしてへんって思うことがあるから、キーモルトになってるのがマッカランとハイランドバーク、この2つがキーモルト、まあこれを混ぜてこれになったわけじゃない、他のモルトウイスキーもブレンドされてこちらになってるんですけども、ちょっとだけ比べてみたいと思います。これ飲んでるとマッカランがものすごくさっぱりした感じに、現行のマッカランってボトル変わってから特に、ね、めっちゃなんか単純なの、なんかさっぱりしてるようなハイランドパーク、まあ12年になっていただきます。ちょっとピーティーで甘さもある、シェリー感もある。ただハイランドパークに関してはあのノンピントの原種使ってるから、おそらくこれを全くピーティーじゃないので、こちらは多分ハイランドパークのアンピーテッドの原種を使ってるはずです。全くピート感がこちらは限りではピートないから、ピートないので どこにもないので、だってこれいくらやな、これ8000円でな、これ2800円でな、なんかもう飲み用におったらなんかこっちの方が高級な感じせんへん。ちょっと加水します。あー加水しても甘い、もうめっちゃ好み、家庭にするんやったら干しぶどうがむちゃくちゃ合うと思うんです。これ飲み方としては何が一番合うかな、いやーもうストレートじゃない、ストレートやな。これロックどうや、丸棒入れてみます。ロックもうまいけどストレートが一番うまいかな、これはストレートかなって。だってこれ2800円のウイスキーでストレートが一番うまいってすごいよな。え、そうだね、もうこだわり、まあ、でもうまいで、はい、感じで来て悪くはない、美味しい美味しい、あのどんな飲み方も美味しい、一番おすすめはストレートもしくはトワイスアップ、まあ2800円なんで別にソーダ割りにしても、うん、全然、うん、これマッカランをソーダ割りってなったらちょっともったいないかなみたいな思わはる方が結構いらっしゃるかもしれないんですけど、これどんな飲み方しても結構ガブガブ飲んでいただいても2800円なんで、これはねめちゃめちゃおすすめ、いろんなウイスキーあるけど俺の中で上位でも2800円やけど、タリスカーよね、まあ、またタリスカーはまた違うやん、まだ全然違う、マッカランより上やろこっちの方、俺の中ではねマッカランよりこっちの方が美味しいね、安物の下やけど、いやでもねそこは値段じゃないかなと、結構これ手間かかってしな、一旦ブレンドされてから高熟で4年以上ってなってるので、それはあのなかなかすごい手間もかかってるし、だからこういうお味になったのかなというふうに思います。今日久しぶりに飲んだけど改めて思いました。なのでまあウイスキーでちょっとチビチビ飲むウイスキーでお家で飲むんやけどあんまり高いのはなとか思っておられたら、リキッドクラウス、これめちゃめちゃおすすめ。というわけでね、今日は私が個人的に好みのウイスキーのご紹介でございました。これが参考になった方はグッドボタン、チャンネル登録の方またよろしくお願いします。というわけで次の動画でまたお会いしましょう。ではまた。